近日、中共指導者、習近平が南方を視察する際、長州海軍陸戦隊基地を視察した。専門家は、米中の緊張が高まりつつある時期に、習近平が南方視察で、特に党の絶対指導を強調したのは、軍部の軽率な発砲で、中共が開戦に追い込まれることを懸念するものと分析した。米中関係の緊張が続く中、 10月9日、米軍のアーレイバーグ級ミサイル駆逐艦マケイン号がパラセル諸島で小艇作戦演習を行った。中共が一方的に主張する、いわゆる中国領海内での区域演習である。また米軍の空母レーガンが異例な進路で東沙諸島に向かっているが、 習近平の南方視察の突然の中止と緊急企業が関連していると海外で推測されている台湾国際法学会の副秘書長林定樹氏は大期限のインタビューでアメリカのマケイン号がパラセル諸島で行った昇停作戦演習は明確な島の奪還演習であり高度に挑発的な意味を持つと主張した島奪還演習とは 両国のの海兵隊の衝突を意味する概念で両軍の中で一方の海兵隊に十分な力がないと防御することができないそこで習近平は米軍の挑発的な行動に戦争の準備をする必要がある今回の南部視察で長州を視察した目的は中共軍部にすべての決定権が党にあることを強調するためである 林氏は中共は今まで一方的に周辺国家を信条してきたがアメリカからの圧力の前で中共は瞬間に攻撃する立場から防御する立場に転落し習近平が強調した党の絶対指導は中共軍が米軍の挑発に我慢できず発砲した場合中共は戦争をしなければならない苦境に陥ることを懸念するものと分析した。 米軍が政策軍島で演習を行うとき、通常であれば、中京軍が適宜な反応を示し、さらに反撃するはずなが、実際に何の動きも見せていない。林氏は分析で、これは中京中央軍事委員会の命令である。特に州は今回の視察で、中京中央委員会の副主席、拒偽領、海軍司令官、陳金龍をそばに置き、 長州中京海軍戦隊総部を視察した。狙いは解放軍が戦線発砲をするかしないか、反撃をするかしないかの全てを必ず中央軍委員会が決定し、当中央が指導する原則を伝えることにあると主張した。言い換えると、第一戦中京軍の作戦部隊に対し、直接、軽挙盲導せず、全てを俺が決めることを強調する意味である。 中共の主な懸念は、今まで対外に戦狼外交を行い、強固な姿勢を見せてきた。そこで軍部も自分をアピールと、さらに媚びへつらうために、一部の少量が暴進して小規模衝突を起こし、先行を狙い、全部の戦略を十分検討せず、盲導する可能性がある。習近平もこれを懸念していると、林氏は分析している。 さらに中共軍隊が本当に作戦能力を持っているか検討しなければならないが、先行を急いでいる中共軍の少量たちは、全体的な戦略を考慮せず、先行発砲を行った場合、中国全般の対外関係を動揺させる可能性がある。この可能性を根絶するため、 習近平は繰り返し党中央を基準にすべてを中央軍委員会が決定した上で行動することを強調しているさらに中共内部の認識ではアメリカは現在戦略的に中共軍を挑発しもし中共軍が我慢できず先行発砲した場合ちょうど米軍が台湾海峡南シナ海問題に介入する最適の理由を提供することになると見ている 林氏の分析によると、もし中共軍が先行発砲した場合、開戦につながり、中印国境でも戦争が起きる。それは単なる軍事問題ではなく、地域全体の問題でもある。特に19期中央委員会五中全会が開幕し、また2年後の20期中央委員会の公認に関わる問題など、すべての問題がお互いに絡み合っている。 最後に習近平が南方視察を早々に終了しその後の杭州、主会への日程を中止して直接帰京したことについて林氏は台湾海峡、南シナ海の情勢との関連が高いとしており習近平が高度に緊張し抱えている圧力の強さを読むことができると分析した。